皆さんおはようございます。小人です。今ですね、セントジョージの駅に着きました。今までセントジョージとかあのベイラ編ってあんまり動画多分撮ってなかったと思うので、ちょっとここからヤングまであの一直線なのでまっすぐ歩いていこうと思います。ちなみに今日ですね、今気温1度、体感温度マイナス7度という感じです。ダウンの中にですね、トレーナー1枚と、キャミソール着てるんですけど、あの歩いてるともうすでに本当暑い、暑いです。あの日がこんな感じで、日があそこから出てるので、あの割と本当にまだ歩き始めて5分ぐらいなんですけど、あの暑いです。ここ、美術館ですね。あの AGO とはまた違う場所、違う美術館です。ちょっとあのここにセントジョージのマックがあるので、ちょっとコーヒーをゲットしようと思います。よいしょよいしょ。で、こんな感じで あるとことないとこあるんですけど、こういう画面タッチするのがあるので、これでやっていきます。今日はで私今自分のこの QR コード読み込んだんですけど、そしたらまあテイクアウトでこんな感じで全部出てくるので、マックカフェ、まだ朝ごはんがあるのか、どうしようかちょっと迷うけど、普通にあのなんか写真だと全部美味しそうに見えてしまいますね。あのハッシュドポテトとか食べたくなっちゃう。どうしようかな。なんだこれ、リンゴのスライスとかあるんですね、知らなかった。まあコーヒーで、でこんな感じで出てくるので、まあブラック、私はブラックで、でこんな感じです。寄付しますかみたいな感じが出てきます。でここで払うかレジで払うかっていうのを選べます。ここで払ってきます。で払いました。そしたら、レシートが出てくるので、これを持ってこのまま前に歩いてって、このですね画面にこんな感じで出るので、これをあとはここで待ちます。はい、ゲットしてきました。でここね、ホットのドリンクシールが貼ってあるんですけど、実はですね、これ私の携帯の裏に忍ばせてあったんですけど、この7枚集めると1個無料になるよっていうのがあるので、地味に集めてます。はい、目の前に見えているのはウーバーの、開かない、あれ、風が強くてドアが開かないだけでした。さっきで見えてたのはですね、チャリでウーバーをやってる同僚です。同僚、知らない人ですけど、ウーバーやってる人はみんなコーワーカーだと思っています、私は。で今ここがセントジョージとベイの間ですね。この先はヴィトンとかそっち系のちょっと高級なお店が並ぶ通りです。ここを歩きながらですね、私の3ヶ月目の振り返りをしていこうと思います。本当は昨日投稿というか動画撮って投稿したかったんですけど、あれ一昨日か、洗濯動画を撮ってて、その動画撮ってる場合じゃなかったんですけど、気づいたらもう2月の1日に差し掛かってしまいました。差し掛かってしまいましたっていう日本語も合ってるかわからないんですけど、はい、こんな感じでティファニーとか、まあ、いろんな本当高級なカルティエあそこにありますねとか、いろいろあるんですけど、この間そういえばそこのこの店の店員さんからマックのオーダー入りました。なので働いてる途中に職場からオーダーしたんでしょうね、届けました。はい、で3ヶ月目なんですけど、まあロックダウンだったので基本的には家にこもってたっていう感じです。もう家とあと職場の往復の1ヶ月っていう感じでした。まあ月の初めはコロナもオミクロンかなりコロンとやばかったですし、ロックダウンで店の中も飲食できない状態だったので、
基本的に家でバイトのまかないを食べてました、ずっと。あっち側にはプラダ、コーチ、ディオールとか、あとドルガバとかですね、その辺があります。この1ヶ月の思い出といえばですね、ロレックスだといえば、本当に主にその仕事なんですけど、今月雪がめっちゃ降った日に本当初めて一人でもうサーバー一人だけにされて、それを機にちょっと多分メンタルが強くというか、もうどうにかなる精神が増してですね、今までも思ってたんですけど、それが増し増しに増してしまって、案外できるかみたいな感じになって、エルメスで、そうですね、昨日も私と日本人の新人の方2人きりで、サーバーだったんですけど、もはや私も新人なのにこの新人と新人を2人でくっつけてどうするんだって思ったんですけど、せっかく任せてもらったしやるかと思って、レジ締めもですね、その場で1回だけ教えてもらって、そのままボスが帰宅したので、なんとか終わらせました、無理やり。はい、でここセフォラでかいです。割と化粧品とか買いたい人はセフォラ、ショッパーズとかにも売ってるんですけど、やっぱりセフォラがいいのではないかと思います。でここルーツ、ここのルーツも割とでかめです。ルーツどこもでかいんですけど、もうハッピーバレンタインデーを完全に準備始めてますね。はい、ということで、この1ヶ月成長したのは仕事面ですね。未だにやっぱりメニュー 100% 覚えきれてないので、電話対応とかでこれどういうのとか言われて、たまにうーってなる時もあるんですけど、もうなんとか本当に、よいしょ、なんとかやってます。コーヒーが飛んだ。ここ1回だけ入ったんですけど、結構なんていうんですかね、オシャンティーな食材たちが売ってました。あとすごい美味しそうなピザのスライスが売ってました。ちょっと今度挑戦したいです。オシャンティーってちょっと古いですかね、もうちょっと古いっぽい。ザラ、はい、 H&M で、もうここがですね、ベイの駅を知らぬ間に通り過ぎて、もうヤング、そこのここヤングです、見えてきました。あとですね、しれっとそういえば月末にスノボにも行ってきました。もう何年ぶりかだったんですけど、最高でした。本当パウダースノーっていう感じで、その私雪を語る資格もないぐらい初心者なんですけど、めっちゃ楽しかったです。ブルーマウンテン、トロントから車で2時間ぐらいで近いのでおすすめです。走行している間にヤングに着きました。ちょっと人間観察でもしながらオーダーを待とうと思います。そう、ちなみにですね、今日、2月1日なんですけど、トロントは1月31日、昨日からですね、ロックダウンの規制が1個緩くなって、レストランの店内飲食はですね、50% の キャパシティまでなら OK になりました。なので昨日ですね、早速韓国料理屋さんに、クリスティの韓国料理屋に行ってきました。で今日の夜も韓国料理屋、別のところに行くんですけど、やっぱり嬉しいですね、お店の中でご飯食べれるっていうのは。はい、ティムからオーダーをゲットしたので今ちょっと向かってます。トロントですね、1月4日からワクチンを2回打ったっていう証明の QR コードをレストランに入るときに見せるっていうルールが一応作られてあるんですけど、マックのコーヒーを持ちながらティムを配達するというちょっと複雑な気持ちです。で、なんですけど、その QR コードをですね、今取得するのが結構大変というか時間がかかるみたいで、私のですねタイミングはちょうど運良くて、電話1本で本当に1分ですぐプッて取れたんですけど、本来シティオブトロントのホームページでまず自分の情報を登録して、その登録が完了しましたっていうメールが来たら、もう一回別のその指定の電話番号に電話をかけて、その電話をかけた際に自分の情報をまた言うんですけど、その自分が言った情報と前に登録した、そのシティオブトロントで登録した情報を、
照らし合わせて、それでやっと QR コードが取れるっていう感じのシステムなんですね。ただこれ留学生だけではなくて、本当にたくさんの人が一気に多分申請したので、かなり時間がかかっていて、なので私の場合は11月半ばに申請して、昨日1月31日にやっとメールが届いたので、2ヶ月弱かかったことになります。いつこの QR コードのシステムがなくなるかわからないんですけど、これからトロントに来る方はもう日本にいるうちから申請はできるので、早めに申請しておいて損はないかなと思います。映画館とかは結構厳しくて、映画館、美術館もですね、その辺は QR ないと今は多分全く入れないので、はい、注意です。ということで今日もですね、最後まで見てくださった方ありがとうございます。一番最後に一番重要なことを話してしまってすいません。これ本当に一番初めに喋るべきでした。若干噛んでしまったんですが気にしません。そしてですね、今コンドの目の前でハンバーガーを頼んだお客さんを待っています。届け合いました。そしてまた新たなオーダーをゲットしました。もしよかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。わからないことや質問などあったらコメントでも大丈夫です。はい、ということで今日もウーバー頑張ります。次の動画でお会いしましょう。